ミスター、ゾロチです。さあ、今日はでは今回はですね、エビフライをね、ちょっと作っていきたいと思います。まあ、エビフライって言ってもね、ちょっと変わったエビフライをね、今日はちょっと作っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。まあ、材料なんですけど、よいしょ、はい、エビ、ね、エビフライにはやっぱりエビですよね。あとね、衣普通パン粉でやるんですけど、今回じゃん、このカッパエビセンを使って今日はちょっとね、エビフライを揚げていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃん、はい、こっちか。このエビセンをまずね、これぐらいかな。これまあまあ、あのなんだ、フリーザーパック、まあこういう袋に入れて、よいしょ、はい、このままやったらさすがに揚げられないんで、これをちょっとね、バシバシっとちょっと芝居できます。ちょっとね、細かく粉砕します。まあ、最後はこう、ジャリッとやったら完成です。まあ、これを、よいしょ、衣出来上がりです。これにつけてちょっとね、エビフライ作っていきたいかなと思います。じゃーん、はい、エビなんですけど、まあこれはどこでも売ってるスーパーにね、売ってるあのブラックタイガーのエビなんですけど、まあこれを使ってね、今日はちょっとやっていきたいなと思います。まずエビなんですけど、これ分かりますかね、ここに先っぽにとんがってるのがね、あると思うんですけど、まずこれを取り除いてください。そしてね、皮を、よいしょよいしょ、まあお店屋さんで売ってるやつはまあこれぐらいですよね。ここまで皮をむいてるんですけど、こう全部よっと見て、食べやすく全部食べられるようにね、していきます。感じに剥いていきます。そしてですね、あとこの尻尾の部分、これをこういう感じにカットします。この部分ですよね、この部分をピッとカットしていきます。で、ここにちょっとね、水が溜まってるんで、揚げるときにパチパチするんでね、よっ、はい、こんな風に落としていきます。あとはですね、ここの背わたをこうした方が見やすいか、さっと開きます。で、まあこの指はちょっとね、背わたちょっとないから、まあこのまま使いますけど、ここに背わたがあったらこう取り除いてください。で、あとはここに筋ですね、筋切り、よいしょ、大体真ん中よりもやや下ぐらいまで包丁を入れます。そうするとこういう感じになりますんで、揚げた時にね、こう
まっすぐ上がります。はい、こんな感じでとりあえず仕上げました。であとはですね、よし、ここに並べまして、バットに並べて、はい、少しちょっとね塩コショウをシャシャッと、そして粉、はい、反対にして、で、あとはね、ポン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 、はい、こんな感じで仕上がります。よいしょ、はい、そしてですね、卵をつけて、こんな感じで、仕上げていきます。はい、衣つきました。さあ、今からちょっとね、これで揚げていきたいかなと思います。揚げていきます。さあ、どうなるでしょう。はい、油の温度はね180度で、まあまあ、普通揚げる温度ですよね、大体180度っていうのね。よし、はい、そろそろ出来上がりです。はい、こんな感じで上がりました。こんな感じですね。よいしょ、はい、一応まあこういう感じになりました。美味しいかなと思います。ぜひお試しを。